本日は5月21日に行われたブレイキングダウン8日韓対抗戦にて裏メインとも呼ばれたノッコン寺田 vs キム・ジェフンにて、試合後ノッコン寺田選手が気になる発言をしているので、そちらについてまとめていきます。日韓対抗戦最重量級のヘビー級ファイトとして組まれたノッコン寺田 vs キム・ジェフンでは、オーディション時にノッコン寺田選手がキム・ジェフン選手に対して2度水をかける暴挙を行い、その後行われた前日記者会見では握手すると見せかけての前蹴り、噛んでいたガムをキム・ジェフン選手に投げつけるなど度を超えた挑発行為を繰り返しておりました。このノッコン寺田選手の暴挙とも取れる行動は多くの批判を浴びることとなり、ファンの中ではノッコンさん、あれはやりすぎというか煽りではなくてただの侮辱だと思いました。やっていいこととダメなことをよく考えてほしいと思います。こうなってくるとノッコン寺田がボコボコにされるところが見たいです。キム選手頑張ってください。キムを応援するよ。一度ノッコン痛い目見んとわからんよ。ほんで改心したら応援するなど、再三挑発行為を行っていたノッコン寺田選手に対して批判的な声が多く寄せられる事態となっておりました。そんな中、この両者の試合後、ノッコン寺田選手は自身の YouTube チャンネルを更新し、その中でバン中村選手との対談の中で、俺がブレイキングダウンで炎上したのは俺の裏にバン中村さんがいたからやで、前回の炎上も今回の炎上も全部バンさんやで、俺の後ろに隠れてバンさんがいろいろやってんのよ。ブレイキングダウンオーディションで俺がキム・ジェフンに2回目の水をかけたシーンあったでしょ、あれ2回目の水を渡してきたのバンさんやからな。俺は1回目の水かけだけでやめようと思ってたんだけど、後ろからバンさんが俺にツンツンってしてきて、この水ももう1回かけてやれって言ってきて、僕この件でめちゃくちゃ誹謗中傷が来てますからね、そういう DM は僕じゃなくてバンさんに送ってくださいなどと語り、ブレイキングダウンオーディションでの2回目の水かけ騒動はバン中村選手からの指示だったと衝撃の告白を行っております。注目の集まるノッコン寺田選手の今後の行方はどうなるのでしょうか。本日もご視聴ありがとうございました。